今回から新しいシーズンが始まって、伝説のポケモンやパラドックスポケモンが出禁となりましたが、そいつらを使う方法を思いついたので、今回はこういった構築でやっていきたいと思います。さあ、対戦相手の方見つかりました。ふたばさん、よろしくお願いします。あ、いいね、この新環境のなんかマイナーポケモンが普通に自分やれますけどみたいな顔して出てくるシーズン開始時期のこの感じ、最高だ。この時は一番ポケモンバトルって感じするよな。毎月ルール変えてほしいわ。毎月は言い過ぎだな。さすがに2ヶ月に1回変えてほしい。で、相手のポケモンなんですけど、ジバコ、アマガ、ハリーマン。なるほどね。結構なんか受けサイクル感かな。上2匹がトンボルチェンできて、まあハリーマンも威嚇とか、クイックターンは覚えないよね、あいつ。原種は覚えるけど。モスノは、よくわからん。で、シャンデラーはなんだろうな。まあいいや。まあ、こっち禁止伝説なんで、こういうマイナーポケモン全員ぶち殺すことができます。というわけで、まあ、選出なんですが、ウーラオスで起点作って、パオジアンと、オーガポン通す動きで行きたいと思います。よろしくお願いします。まあ、誰をテラスタルさせるかは諸説あるんだけど、ハリーマンから来たか。これめんどくさいですね。まあ、多分毒ビシマキマンだろうな。さあ、行くぜ、ウーラオス。今回のウラウス、ちょっと急所出せない水流連打なんで、まあ、若干めんどくさくはある。まあ、ちょっと微妙だな。ウラウス取っといて、まあ、別に毒ビシは、出したターンは、タスキ自体は生きるので、ここは、まあ、オーガポンで、とりあえずこいつ、しばき倒して、行こうかな。さあ、こちらの特性、そう、ムラッケー、防御が上がりまして、下がるのは素早さ。まあ、あんま美味しくないけどいいでしょう。ハバネロ X いきます。まあ、このターン毒ビシだよね、相手としても。身代わりが怖いから、毒毒は打てないと思うし。しかしながら、まあ、オーガポンといえばね、そう、剣の舞が有名ですよね。行くぜ。防御下げて、攻撃上げて、そしてそれをコピー。モノマネハーブで攻撃上がる。これにより、こちら今相手に対して4倍の火力が出せます。でひたすら耐久を上げて、素早さ素早さ上げろってお前何やってんのさ。まあ耐久型オーガポンかもしれないね。さあ守っていくよ。ここはいや S 上げてほしいな。 S 上げてくれ頼む。毒針千本、あーそういうやつか。毒毒はない感じか。だったら、まあ、いけるかな。防御。うわぁ、なにトリックル狙ってる。もうこれ一回素早さ上がった程度じゃどうにもならないよ。毒針千本でしょ。今、防御が4段階上がってるから、テラスタルする必要ないだろ、これ。焼けっぱちで。もうこうなりゃ焼けだ。うわぁ、うまいねぇ。耐えてくんない？お前耐久高いだろ。耐えろ！いや、耐えられたらそれはそれで悲しい。まあまあまあ、いいでしょう。なるほどね。道連れか。まあまあまあ、11交換。悪くないでしょう。こっちね、禁止ポケモン採用してるんで、別に11交換ぐらいどうでもいいわけですよ。で、ここだね。まあ、海鳥を行きましょう。グライオンね。はい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 ！グライオン！え、お前、ウーラオスに勝てると思ってる？もしかして。死んじゃうよ、君。さあ、毒りまして。ここね。まあ、グライオン出てくるのは分かってたんですよ。絶対グライオンで、うんぬんかんぬんしてやろうっていう構築じゃないですか。ここね、相手ね、守るだと思うんですよ。一旦痛み分けから入ります。で、舐めちゃったね。海トリオのこと。まあ、ここで、これは補助型かな、みたいなね。大した火力ないでしょってのを見せつけていく。相手のテラスタルを阻止する。そしてここでー、さあ、お互い毒ってますけど、トリプルダイブよ。やっぱ今の環境がさ、火力がデフレしてるからさ、受けループ多分多いんだろうな。ちょっと試しで一戦回した時も受けループで、まあ、その時はボコボコにされたんだけど、まあ、やっぱ
火力がなければ受けループが天下取るみたいなところあるから、僕も受けループ使ってみたいな。さあトリプルダ、水流連打。お前グライオンが水流連打受けるポケモンの前に出てきちゃダメでしょ。さあもう一発いってくださいな。オッケー、素晴らしい火力だ。え、倒せないのでも。え、お前倒せないのグライオン、嘘だろ。硬いとはいえ、だって HS とかでしょ、防御振って、え、こっち、確か A ぶっぱしてると思うんだけど、しかもなんなら、意地っ張りだよね。意地っ張り AS なんだけど、167って、え ?167 ってお前、火力低くない?トリプルダイブもさ、これ3回当てたら、威力一応、90あるはずなんだけど、トリプルダイブしかやることないからトリプルダイブしますけど、まあ、守ったところでだよね。今更守ってもテラスタルしても遅いよね。でもまあテラスタルしたらワンチャン耐えるのかもしれない。グライオンって鋼テラスのイメージあるけど、他に何テラスがあるんだろうな。まああとシーズンも変わったから環境変わったし、それでテラスタルの、まあ流行も変わってくるんかな。まあ身代わりはできないでしょう、ここ。耐えたとて。で、まあこっちの裏はラスト1体誰だっけ、あ、コライドンだわ。ポライドンがいるんで、まあ、禁止伝説いるんでね。まあ、グライオンごときね。なんなら別に身代わりされてもぶち抜けるからね。あがね、そうだよね。で、まあ、地ならしが一応一貫するようにはなったか。さあ、これラスト誰でもトリプルダイブだいぶ刺さってんじゃないの?当てればの話だけどね。おかしいな。水流連打命中100のはず。硬っ!え、嘘すぎるこんなん!あまりにもああ、そうそう、あ、ま、でも水流連打が急所に当たる技なんで。オッケー、あまりにも嘘すぎるだろ。硬っ。マジ死ぬ、柔らか、え、グライオンの、多分、A 振ってない自信で死ぬのお前。嘘だろ、ウーラオス、なんだこのウーラオス、バカだろ、マジで。まあいいや。あ、マニューラだったか、最後。あ、じゃあ、パウジアンだったか。ハチマキなんだよね。まあ、でも、テラスタル切らせてるから、まあ、ラストが誰かだけどな。ちょっとラストを読むか。まあ、トリプルアクセルが最大打点なんだけど、こっちとしては。アーマーガーと、グライオンに対しては。まあ、こっちのさ、スコスコスコヴィランに対して、引けなかったということは、シャンデラではないんですよ、間違いなく。そうなると、モスノーか、アーマーガーか、ジバコイルなんだけど、まあ、はたきが一番安定か?いや、でも、まあ、なんとも言えないな。モスノーだったらはたきでいいんですよ。で、アーマーガーだったらトリプルアクセルじゃないとダメで、ジバコイルの場合は負けです。まあ、なんで、ここはモスノー機体のはたきが一番いいか。なんとも言えない。まあ、とりあえず倒すじゃん。アーマーガーが、打点なければいけるけど、アーマーガーで打点切ってることなんかないよな。まあだからモスノー期待ですね、本当に。いや、パオジアンの圧倒的火力を、え、シャンデラ?え?お前スコビラン完全に詰ませることできるポケモンなんだか?じゃあ勝ちだろ。タスキじゃなきゃ。おらー!タスキでした。受けループにタスキシャンデラ入るの?はい。やったー!まあ、これですよ、パオジアンと言ったらね。まあ、運ゲの申し子、絶対レード、ツララヒルミ。相手の技数外しなんてね、まあ、当然期待できますから、パオジアン使ってたら、それぐらいのね、ラックは、もはや、もうこいつの性能の範疇と言っていい。対戦ありがとうございました。やっぱ、今環境でもパオジアン健在ですね。杖はこの猫。さあ、やっていきましょう。相手も、オーガポン入りですね。てか相手もしかして俺と同じコンセプトか。上から黒バド、まあ、ガチグマは普通に強い。ディンルーでしょ?で、もうムクホークは何枠だ?飛行ノーマル。なんかいたっけ?ランドロスかな?わからん。威嚇だし。で、ポリツーはテラパゴスか?で、このオーガポンと。なるほどね。まあお互いチート対決ということで、まあこれは負けるわけにはいきませんね。ドラパはだいぶ厄介だけど、今回ウーラオスで起点作れないからな。まあ、はばかみで、
見れんことはないな、全体的に。はばかみで詰めるルートで行こうかな。あの、ランドロスで起点作って、まあ、はばかみで詰ませつつ、ラスイッチ、まあ、これできついのがドラパか。まあ、はばかみドラゴン無効だから、一応パオジアンが受け出しできるか。これで行きます。よろしくお願いします。行くぞ！相手なんか奇抜なファッションだな。さあ、ディンルー来たー！なるほどね。まあ、こいつは、耐久が高いことで有名。しかし、こちらの特性は、怪力バサミ。なぜかね。威嚇は効かねえぜ。つうわけでよ。お前こっちに通る攻撃あんのか？ちなみにこっちからも通る攻撃はありません。まあ、ステロでも巻いておこうかな。ステルスロック！相手の方がなんか、遅いね。ほら、そんなことないと思う。ああ、そんなことあるか。無振りなら。ステルスロック。ディンルーじゃねえか。おい！ディンルーじゃねえか、お前。まあいいでしょう。こっちあんまステロ巻く意味ないかもね。まあ地震で普通に殴っていこうかな。叩きでもいいんだけど。通る攻撃あんの、肩。お前ディンルーやんけやってることディンルーやんけ、お前。まあ、ガンプーレンダーだるいんだよね。まあ、なんか多分お盆とかだろうかな。叩いとくか。何電気玉そのディンルは知らん。まあいいでしょう。グライオンが麻痺するという世にも珍しい光景。ただでさえ地面タイプなのに麻痺しないからね、こいつ。その上普通毒毒無駄持ってくから、麻痺しようがないんだよな。まあ地震で。普通に殴り勝てるでしょ。ガンプー、言うて。さあ地震打っていくぞー。マジで硬いな、こいつ。ガンプー2発じゃ死なないはずなんで。まあ相手もここは、切りでしょう、おそらく。裏から、なんか、積みポケモンが出てくると面倒かな。お盆で回復して、ワルビアル取っておくことなんかあるのかな。まあ自信受けられるのがムクホークなんだけど、ムクホーク、だから、まあ、若干嫌だけど、耐えるでしょう、グライオンの耐久だったら。さっきグライオンが硬いことはね、相手が証明してくれたので。スコ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 ビーだ！あ、違う、オーガポン来たね。なるほど。しかし、岩が痛いよ食い込んで、さあ、地震。これ、村っけかもしかして。俺と同じ方か？ん？やべえな、こいつな。やってんね！はい。まあ、いいですよ。攻撃上げて。ここ下げて、砲撃上げたんですけど、こいつ。畑が安定か？つぶて圏内に入ってくれればいいから。とりあえずガンプーで。で、畑で。身代わり。まあ、それいいでしょう。え？身代わりってさ、割れるよね。さあ、畑って、俺、相手を持ってるときは身代わりに対して威力が出るはずなので、はと？あれ、出ないっけ？畑落としてないから出ないのか。俺そんな初歩的な仕様を知らねえ。終わりかもしれん、このゲーム。相手の村っけを見ていこうか。攻撃2段階、防御2段階上がって、特攻素早さが下がっているか、ガーって感じだな。畑連打で。あー、そういうやつか。めんどくせえ。宿味化型ね。なるほど。めんどいね。素早さ上がる前にさっさと、パオジアンに入れ替えちゃおうかな。こっちのパオジアン連続技持ちなんで、まあ、そんなに悪くはない。さあ。こいつは何テラスかだよね。まあ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 。村っけで、特攻が上がって、特防が下がるやつ。コンボがあったらよかったんだけどなぁ。まあ、ここで攻撃はしてこないんじゃないの？いや、ここ読まれる場面ではあるんだよな、実際。さっきダメージ通らなかったし、身代わりに対して。まあ、でも相手身代わりしたいでしょ、ここ。さあ、グルメなマニューラご登場と。プレッシャー。プレッシャーとかいう特性がね、弱すぎるんだよな。マニューラに持たせるのが。もう一つが悪い手癖だからね。本当に使い道がない。特性が死んでる。パオジアンの災いの剣を返してくれ。
しかもこいつ全てのステータスが確かパオジアンより低いんだよな。やりすぎだろ、さすがに。パオジアン。攻撃上がって、ここ下がって、まあ、素早さがらないんだったらいいかな。うん。まあ、こっち電気テラスあるけど、あんだけこう、こう上がってから意味ないよね。トリプルアクセルでぶち抜くしかねえわ。まずは一発。二回で壊れてほしいが、どう？いや、二回で壊れなきゃ負けなんですけど。よーし！さあ、三回目当ててよ！当てろよ、お前！やったー！まあ、パオジアンより全てのステータスが低くても連続技というパオジアンにない最強技を持っているので、まあ、そこで差別化できていますね。ドラパねー！まあ、この、マニュア取っといてもいいな。つぶってあるし。うん。まあ、グライオン出しますか。ドラパが龍舞とかしてくると怪しいけど、まあ、ハバカミが一応ドラパの攻撃を、受けれるのか知らんけど。わからん。龍舞ドラパ怪しいな。相手の構築的にも龍舞は全然あるから、普通に。起点が来てんねんって感じやんね。でもマニューの前で龍舞なんかできないか。リフレク、そういうやつ？え？そういうやつ？はたきますけど。シャドボー。確か HD 特化なんで変えます。死にます。なるほどね。まあいいでしょう。じゃあ、鬼火打っていきますか。リフレクシャドボー。まあさすがに身代わりないだろう。行くぞ、ハバカミ。最強ポケモン。分からせてやれ。ドラパルトとかね、ハバカミにビビって、姿消しましたから。鬼火で。あれ？ちょっと待って。こいつ特殊型じゃん。いや、普通に鬼火打ったけど特殊型やん。君。ミスった、普通に。まあまあ、つぶて圏内に入れればいいんで、ドレインキスしながら、こいつのこと削っていけばいいんでね。さあ、なんじゃもリスペクト。電気テラスハバカミ。これにより弱点を消し去ることができます。シャドーボール。どんなもん食らうんだろう。そんな食らわないと思うよ。うん、いいね。おい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 。やってくれたね、君。どうするのが正解だ、これ。マニュー切るべきか？まあ、流星される分にはいいから、シャドボなら耐えるでしょ。マニュはね、パオジアンと違って特防が高いので、耐えます。さあ、ムーマ戻っていただき、コーヒーを入れつつ、ああ、まあコーヒーでも飲みながらね、最後、ドラパルトが無様に死んでいく様を見ますかね。呪い！あ、なるほど、そういうやつ。ポーン。でもこれ、やけどが刺さってんじゃないの？地味に。さーて、マニューラに対して呪いはさほど食らわないよ。そして、パオちゃんね。氷のつぶてで、Gエンドといったところかな。不意打ちあんのかよ。ないね。おら！対戦ありがとうございました。パ、禁伝よ。禁伝っていうか、純伝よ。種族者ね、もう正義ですから。まあ、ドラパルト別にあれだけどね。パオシアンより種族値高いですけど。あ？まだいたっけ誰か。あ、そうか。こいつが残ってんのか。ワルビアル。まあ、しかしながら、まあ、この HP では何もすることができませんよね、と。さあ、こいつ下がっても関係ない。こちらにはまだまだ、ハチマキによるバフがあるからね。たとえテラスを切ったとて、ハチマキつぶては耐えられんでしょう。あと、ワルビアルね。回復技眠るぐらいしかないのでね。さあ。どうですか？いけるでしょ？マニューラさん、素晴らしい。急所じゃわかんねえ。対戦、ありがとうございました。あ、すいません。マニューラじゃなくてパオジアンでした。で、あいつはリンルーです。はい。リンルーはパオジアンで倒せると。大丈夫ですね。さあ、対戦相手の方、バギーさん、よろしくお願いします。4校かな。ついに俺もここまで来たか。で、まあ、なるほどね。とりあえず禁止ポケモンは入っていないけど、
なぜか禁止に指定されてないガチグマが入っているということで、まあ、ちょっと厄介ですねあいつは。まだジャララララランガさん、あー、コライドンさんを出していない禁止ポケモンであるにも、禁止伝説であるにもかかわらずみたいなところあるので、まあ、出していきたいけど、これ全然出せるな。ただ、まあ、起点作ってからやりたいみたいなところがあるか。初手大ニューラが、まあ、ちょっときついかなみたいな節はあるので、グライオンから入って、ランドロスから入って、まあ、ジャラさんでなんとかしつつ、ハバカミ行ってみる？なんか強そうだし、よろしくお願いします。ハバカミはオーニューラ以外は見れて、オーニューラに対してはテラスタルしなければそこそこ対面で強いので、まあハバカミはありかなと思いました。で、ここのオーニューラね、まあ、こいつはグライオンに対して何一つできないので雑魚なので、まあ、ここは一旦、まあ、畑から入ろうかな。ステロも入れたいけど、怖かろうランドロスが。でもなんかなぜか威嚇入ってないんだよ、謎に。まあそこはいいや。ほら、毒にしてみろよ。ポイズンヒールやぞこっちは。何、猫魂、毒種じゃないのか。まあいいでしょう、関係ないですけどね。普通にポイズンヒールの方が強い説あるんだよな。あ、テラス切ってきた。まあテラス切ってくれるんだったらそれはそれでいいので。さあ何テラスだい、飛行か。あ、なるほど。まあ眼風抜群だったんでそれはいいでしょう。まあ、ガンプ2回入れて、なんかしていく感じかな。あ、アクロバットね。なるほど。なんか硬いんでね、グライオン。柔らかくね、お前。なんか思ってたより柔らかいな。HT 特化にしたら、なんか B も D も柔らかいみたいな感じになっちゃったな。なんもできてないやん、お前じゃ、今日。仕方ないなぁ。まあ、ステロでも入れといてくれ。耐えたらの話だけど。アクロバッツなんで、あ、これ、オーニュラで、3立てされる可能性出てきましたね。じゃあ、まあ、当初の予定通り、ハバカミで、まあ、とりあえずなんとかしていきますか。うん。まあ、フェイタルクローとかはね、そんな食らわないので、相手も打ちづらい。かつ、まあ、別に最悪毒になってもいいし、ね、アクロバット、いいよ。オッケーオッケー、勝った！グライオンなんかよりずっと硬いじゃねえか、お前。さすがやな。やっぱ、ハバカミってさ、ビーフいますからね。素晴らしい。まあ、一旦痛み分けで回復して瞑想を積んでいこうかな。じゃあ。まあ、でも、グライオン、グライオンじゃない。ランドロス何もしてないって言ったけど、オーニューラにテラスタル切らせたんで、まあ、そこはでかいね。まあ、相手のテラス切っちゃったポケモンが機能停止してる状態なので、まあ、これはほとんど、11効果に近い。さあ。ヤバソチャ来たね。あ、いいよ。やばそちゃじゃねえ。ダメですよ。そんなお茶じゃ満足できませんね。僕ちょっとね、お茶やコーヒーにはうるさいので。僕のね、おすすめのコーヒーは、デスティルコーヒーっていう仙台にあるコーヒーショップので仕入れてる豆。あそこはね、非常に美味しいですね。最近も豆が切れちゃったんで、また通販で買おうかなって思ってるんですけど。で、お茶はね、茶葉はね、マイティーリーフ。マイティーリーフっていうところの、まあ、アメリカの紅茶のブランドなんだけど、あそこのアールグレイがめちゃくちゃ美味しいですね。皆さんもぜひ、青2尾から入るか。ボボボボボ、あ？耐熱だっけこいつ。あ、耐熱って別にそんな効果ないよね。とりあえず、あ、でも鬼尾から入りたいな、実際。耐熱は、鬼尾を無効化する効果はないんですけど、鬼尾のダメージを16分の1から32分の1に下げる効果はあるんですね。だからここで鬼火を入れることに意味があるのかどうかは、まあ少々疑問ではあるか。まあとはいえ、まあ入れた方がいいのは確かでしょう。で、ヤバソチャはガチで、ジャラランガでどうしようもないので、ここで確実に倒さなければいけない。瞑想、まあいいよ。こっちも瞑想ガン積みしてきたね。まあ相手のシャカシャカの方がダメージ出るから、回復対決はあっちの方が有利ではあるんだが、まあこっち痛み分けもあるからね、結局。先にどっちが急所当てるかのゲームになりそうだね。まあ、ちょっとさっきの鬼火外しで、一手遅れたのは、きつい。まあでも素早さこっちの方が勝ってるということで、まあ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 。まあ、とりあえず積み切りますかね。うん、話はそれから。はい、火傷ダメージがね、多分減ってます。
耐熱ならの話だけどね。耐熱じゃないヤバソチャなんかいないか、シングルで。おもてなししてくるやついる？で、相手は、まだ瞑想かな？まあ、とりあえず積み切らないと話にならないからね、お互いね。まあ、ここで、この、ハバカミが突破された場合は、最後コライドンが、なんとか急所ぶち当てて、なんとかします、本当に。で、相手が6積みしたんで、まあ、多分こっから殴ってくると思うんですけど、まあ、こっちもね、まあ、ハバカミってやっぱ特殊耐久高いことで有名なので、まあ、そんな食らわんとは思うけどね、急所じゃなきゃ。まあ、ただ、相手の方が先に殴れる状態に入ったので、まあ、ちょっと面倒なことにはなった。でもダメージはこの程度だね。一旦、痛み分けから入ろうかな。このターンは瞑想です。まあ、急所が怖いけど、もうそれは言っても仕方ないんだよね。そればっかりも言っても仕方ないんで。で、ラスタルは、切らなくてもよかったかもしれないな、もしかしたら。ゴースト技してくる分には、別にいいんで。シャカシャカで回復されるのが面倒だからね。このシャカシャカ法って技ぶっ壊れすぎないか？改めて。ダブルだとこれで全体攻撃なんだよ。でも一応かわしがあんの。さあお互いの体力分かち合って、シャカシャカ法を。シャカシャカ法って PP いくつでしたっけ？オッケーオッケーオッケー。で、やけども引かないと。まあ、こっちも一回外してますからね。PP5 とかじゃない？これで10だったら怒るよ、俺。PP10 オーバーあんの？こんなぶっ壊れ技が？ダメだろ、お前、それは。なんでドレインケース PP さ、10しかないのに、増やしても16だよ。シャカシャカ砲15もあんの？おかしいって！さすがにそれは、5つ目やんけー！シャドボー。いいでしょう。死ぬー！は？終わってんな、このゲーム、マジで。ジャラランガって、防弾の可能性もあるので、シャドーボール、効かないんですよ。普通に考えたら。ソウルビートで一回積みますか。相手、シャカシャカするしかないと思うんだけど、どう？シャドーボール、打っちゃダメだよ。ジャラランガの特性をご存知じゃない？さあどうですか？シャドーボール打てるか、お前。打てますかっていう話ね。打ってこい！打ってくるな！オッケー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 。シャカシャカ半減だから。半減でもめっちゃ入りそうだけど。おー！それか。まあいいでしょう。急所ぶち当てるしかないねー。行くぜ、コライドン！スケールライズ！あ、そうだよね。打てませんよね、そうやすやすと。いや、本当に急所ぶって、ソウルビート連打でもいい？もしかして、実は。まあでも、ソウルビート、これ以上打ってもしゃあないか。急所の試行回数増やした方がいいな、絶対。おらー！やめてくれー、やめてくれー、オッケー。シャカシャカはさすがに耐えますよと。やけもしない。次で急所当てます。行くぜ。ここが最後のチャンスだぞ。行け、コライドン。禁止伝説の力、見せたれやー！キャー！後付け実況かと思うかのような運命。すげえ。まあ、こんだけ打ってりゃ当たりますからね、急所。でも。これはま、仕方ないよ。こんだけ打ってりゃ当たるって。ガチグマ来た。いや、あと、真空波耐えるかやな。耐えるだろ。真空波、耐えまーす。は？対戦ありがとうございました。メガネだったんかな。玉でした。おー、こんだけ熱い試合だったんだから最後ぐらい綺麗に決めさせてくれよ。さあ、お相手のパーティー。おーっと、上3匹か5三家ですか。
まあ、普通に強そうだな。ウォーグルとか実質大ジェットできるかな、あいつ。気をつけていきたい。で、まあ、初手のね、まあ、オーロンゲ、まあ、あいつなかなか、面倒そうだね。まあ、積みから入るか、じゃあ、初手は。オーガポンで行って、まあ、ウォーグルを止められるポケモンが欲しいねってなると、電気テラスのある、あ、でもオーラウィングって飛行技じゃないのか。まあ、でも、まあ、パオジアンでいいか。で、ラストは近年のコライドン。これでいきます。よろしくお願いします。さあ、お相手、初手は、全然知らないやつから来たけど、こちらタイプ相性圧倒的有利。オーガポンに対して、草は4分の1だぜ。というわけで、まあ、一旦ハバネロエキスから入るか。何もできないだろう、こいつ。リフストだ？しかしかわしていく。そして、まあ、あれでしょうね、これ。脱出パックでしょうね。さすがに4分の1相手に上からリフストを打って脱出パックするぐらいだったら入れ替えた方がいいんじゃないかという素で。まあ、そんな気もしなくはないですが、モノマネハーブで能力上げて、さらに村っけで素早さ上げていく。もう全抜き体制整いました。攻撃下がったのはまあかろうじて許す。行くぜ、やけっぱち。お前はさっき、技を外したのでね、その敵を代わりに取ってあげますよ。ん、なるほど、タスキの方か。面白いじゃないの。さあ、何してくんの。リーフストーム、オーガポニャ4分の1だぜ。引かないね。いやー、こう、そうこうしている間にも、さらに火力が上がっていっちゃうよ。素早さ下がっていっちゃうよ。特防上がってっかいいか。種ガンで。あー、それ！まあ、でも、ね。うん、素早さ下がったの痛かったな。一旦守るでもよかった。そういえばあったな、そんな。ガムシャラって下から打つイメージだから。あんま考慮してなかったぜ。まあ、先制技持ち出てきたら、ちょっと考えるか。正直この HP の持ち物を失ったスコビラン別に切ってもいいんだけど、威嚇。なるほどね。ああ、こいつに通る技ないけど、ハバネロエキサ一応通るというわけで、まあその辺を考慮しつつ、ステゼリフかな？まあ猫魂かな？ここは。リーディーラリアット。なるほど。OK！まあ、こいつのあのタイプ一致技は、ジャラランが、コライドに対してどっちも半減なので、ここでハバネロエキス入れて、まあ、インファイトで倒せるようにして、起点にした状態で、進んでいきましょう。これがね、できるのが強いですね。まあ、起点を無理やり。やっぱね、全抜きって難しいんですよ。テラバースト？え？ガオガイのテラバーストって何？これわかんねえ。ガオガイのテラバーストって何ですか？フェアリーの可能性あんのかな。フェアリーの可能性あるんですかね。じゃあここマニューラ出すわ。さすがに、まあ、言うてシビルドン以外には電気テラバ一貫してるんで、あ、間違えました、パオジアンです。パオジアンです。まあ、皆さんご存知、パオジアンといえば電気テラバースですね。まあ、ここ相手引いてきそうだけどね。まあ、シビルドンはちょっとめんどいかな。それ以外だったら一貫してる。ウォーグルとか倒せますよ。カメックス！はい、お前死にました。テラパゴスかな？行くぜ！パオジアン！テラスタル！まあ、もう見慣れた光景。頭に電球つけた猫ちゃん。まあ、これ以上ないくらい有名なポケモンですからね。飛ばして差し上げましょう。圧倒的火力によって。おーらバーン。オッケー。さて、で、相手のテラスタルなんだよな、問題は。まあ、ゴーストテラス、草テラスはいいじゃないですか。で、フェアリーテラスの場合だね。フェアリーテラスの場合は、もうトリプルアクセル3回当てて倒すしかないか？一旦ちょっとサイクル回してもいいかもね。こいつのテラバーストが何かわかんないけど、フェアリーテラスだった場合、あ、でもフェアリーテラスだった場合サイクル回せねえわ。終わりです。フレアドライブ、まあいいでしょう。削れる分にはいいかな。まあ、要するにですよ、まあ、ゴーストテラスだった場合は、ない。こっちに打点ない。フェアリーテラス以外、の場合、ジャラランガに打点がないので、つまり、考慮する必要がない。
見てからでいいからね。フェアリーテラスだった場合がまずいので、ここは爆音波です。さあ、通っていく。まあまあまあ、そこそこの火力だが、次はね、しっかり入りますよ、爆音波が。で、まあ、これで一応、仮にゴーストテラスだった場合に、めんどいかなって感じなんで、ここはスケールノイズでいきますよ。さあ、何テラスかわかりませんが、勝てました。対戦ありがとうございました。まあ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 、結構やりたいことできたんじゃないですか、今回は。というわけでね。まあこんな感じでね。まあ統一パーとは言わなくとも、このジェネリック禁止ポケモンたち、割とやっていける奴ら多そうなんで、まあ皆さんもね、なんかお気に入りの見つけたら使ってみてはいかがでしょうかってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。